はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。横浜様、お手紙ありがとうございました。NHK による最新の政党支持率と前月比であります。まあ毎月出してんで、あれなんですけど、どってことないんですけれども、自民 41.1% プラス 6.2%、 結構上がりましたね。30代後半とかの 35% っていうのが、おなじみだったんですけど、維新 5.8% マイナス 1.5、 立憲 5.4% マイナス 3.3%、 5割ぐらい減ってますね。3分の2になっちゃった。公明 2.8 0.3% 減、共産 2.6 0.3% 減。まあ、公明と共産は私似たようなね悩みを持ってると思うんですけれども、党員信者の高齢化っていう、こっちも似た臭いような、下がり方してますね。国民 1.0%、マイナス 0.7%。こっちも下がり大きいですけど、元が誤差みたいな、支持率ですんで、まあ、すごい下がったなって気はしません。無回答、無党、無党派ね、どの党でもない、40.3% と。衆院選終わってですね、自民以外が全部減ってますね。自民だけ増えてもって、 あと全部ちょっとずつ減ってると、選挙終わってみんな皆さん熱も冷めて、私はどこの党を支持とかいうのが薄れちゃったんでしょうかね。ネットの反応です。立憲の下げがえげつないな。立憲はもう野党第一党ですらない。自民が上がる要素がわからんが、他は妥当。自民が強いのではなく野党が自滅しているだけ。野党はやってることがバカ丸出しだしな。まあ、維新はちょっとまともまともでもねえか。左翼ですら共産と組んだ立憲支持とか恥ずかしくて言えない空気。選挙終わって持ってた数字を戻しただけでは、これありえますね。選挙前に持ってた立憲の支持はこんだけです。実はそんなになかった。それをね、選挙終わったんで戻しただけ。登場人物全員バカだから消去法で自民しかない。悲しい現実。本当にね本当にね。維新がもうちょっと国家感あって、あとね、関西王国作って利権をむさぼりましょうなんて本性丸出しにしてなければ、もうちょっと行くかとは思うんですけどね。立憲支持率のだだ下がりの理由を考察。今回一番目立ったのが立憲の下がり方、えげつないなというもんですからね。共産党と組んで共産党アレルギー支持者に見放された。これね、連合会長が公言してましたよ。毎年毎年ことあるごとに共産を除く全党に政策要望は出しています。つまり連合、日本労働組合総連合会は、まあ、立憲の最大の支持団体ですけど、共産が嫌で嫌でたまらないって毎年ことあるごとにこんなことやってるのに、立憲はよく共産と組む気になったな。これ親会社の意向に真っ向から逆らう子会社の決定みたいで、ちょっと滑稽ですね。まあ今まで何やつかが分かんない鍵が薄いね泉ってやつが代表になったから下がった。あいつ目だけいたずらにパチクリしてて腹話術の人形見てたなって私は常々、感想を持っております。ネットだけ見ててもね、立憲の露出が明らかにね、減った。テレビないんで分かんないですけど、テレビで出てたらネットでももうちょっと話題になるはずなんですけど、立憲の話題減りました。立憲の今の国対委員長が誰か分かんないしね。前は安住が完全無欠のバカ丸出しで、私もたびたび動画のネタにしてたのに、テレビ内部の共産党アレルギー左翼の仕業で立憲をあんまり取り上げなくなっている。まあどっちにしても敵なんですけど、
テレビ側がそこまで考えていくか分かりませんけれども、これは私の説なんですけど、生ぬるいね、岸田政権を叩きすぎると、まあ、立憲を褒め上げて、岸田政権を叩きすぎるとですね、岸田おろしが始まって、高市総理誕生。それはごめんだ。あるいは、安倍総理再選登板してよっていう声が上がる。それもごめんだ。台無しだ。って考えて、岸田叩きを手加減してんのかな。これは私の説。私が思いついた説ですけどね。まあそこまで考えてるとは思いませんけど、叩かれにくいのはですね、万事無難の岸田総理の、まあ一番の利点ですね。ぐだぐだしてるけど、政治家なんて揉めてなんぼって、私のような人ばっかだと、それはそれで混乱しますもんね。無党、無回答、イコール、選挙に行かない現状満足派。誰が政治やってても、どうでもいいやっていう人は、まあ、現状に満足している人、イコール選挙に行かない人ですから、まあまああれですもんね、衆院選とか、注目を浴びる選挙でも、一番選挙投票率、1.60% ですから、まあこの 40.3% が選挙に行かない人、っていうのは当たってると思うんですけども、を除いた分の分母 59.7% で、支持率っていうか得票率を再計算します。自民 68.8%、維新 9.7%、立憲 9%、公明 4.7%、共産 4.4%、国民 1.7% と、自民7割近いのがそんなに強いようには見えませんけどね。これがそのままね、国政選挙の比例票になっかっていうと、差にあらずなんですよ、これが。私にも謎なんですけど、各党の比例票の得票率、自民が7割近く取っても良さそうなもんじゃないですか。ところがそうはならないんだな。去年の10月の衆院選の結果です。自民がね、34.7%、得票率ですよ、比例票の。維新 14.0%、立憲 20.0%。こんなに取ってるのは 9.0 のはずなのに。公明 12.4%、共産 7.3%、国民 4.5% と。自民以外が軒並み声太ってんだよな。これがなぜこうなるか、私にはわかりません。自民支持だって、ある調査には言っといて、比例票は、自民に入れないって人がそんなにいるのかな、ほぼ半減しちゃってますけどね。これ謎です、私にとっても。選挙時点ですでにオワコンだったね、立憲がなんで 20% も取れてんの、公明に至ってはですね3倍増してますよ。 4.7 のはずが 12.4% 取っちゃってるね。これテレビ必死の褒めたたえることで倍増してんのかな。これ衆院選、選挙前のテレビがすごく必死で頑張ったせいで上がっちゃってんのかな。よくわかりませんので、私もコメントでご意見よろしくお願いいたします。昨日11日はですね、体調不良で朝に北朝鮮が弾道ミサイル撃ってたなんて全く知りませんでした。昨日はね、ちょっと一日中、だるくて眠くて、あとはあれですね、排便疲労っていうものがありまして、抗がん剤打つと、便秘になるで、便秘の薬は出してもらってたんですよ。で、とうとう4日ばかしなくて、飲んだらですね、朝の5時から、夕方の4時まで4回にわたり通じがありまして、それでヘロヘロに疲労してしまいまして、まあ汚い話で申し訳ありませんけれども、今抗がん剤効かせてる体でして、抗がん剤って細胞分裂を抑えると同時にですね、まあ体の中の活動全部を抑制するもんで、何やっても疲れるんですね。味噌汁作っても疲れる。
何やっても疲れるんです、今は。あの治療中ですんでね。なもんで、疲れて疲れて、ちょっと動画も短めに終わっちゃって、頭にのりつける元気もなく、バンダナ巻いてやりましたけれども、まあ今でももちろん疲れてます。動画の時は、元気そうにしてますけどね。まあテレビがなくても、また困んねんだな。昨日は、昨日の朝、北朝鮮が弾道ミサイル撃ったなんて、全然死にがった。テレビがやるニュースは、どうでもいいニュースなんだなって、改めて思いますけどね。岸田総理、極めていかん。ちゃんといろいろやって、と指示を出した。かなんか言っちゃってね、まあいつものテンプレ。万事無難が、新庄の岸田総理には、便利な言葉であります。ネットの話です。ミサイル撃てるなら制裁が足りないってことだ。弾道ミサイル撃てる余裕がある国に援助が必要って言ってる国際機関があるらしいで。これ国連の人権委員会ですね。ミサイル撃てるぐらい元気なら人道支援はいらないな。もういかんは禁止にしてもらいたい。便利すぎる。という意見もありました。何でもかんでもいかんっつってればいいと思ってよ、聞いたこっちがいかんだって話なんですけど、まあ、J アラートってもうやめたのっていうコメントありましたけれども、そういえばそうだ、私も全く気がつきませんでした。J アラートってもうやめたのかな。国民への警告はもうやめたんですかね。それともですね、1発射直後に無害と分かるようになったんで出してないとやるとか、2、国内のスパイ勢力が頑張って、ことなかれ勢力が妥協し、出さないようになってしまったのか。さあ、どっちと。総理は頼りなくても、自衛隊さんは頑張ってくれてると信じたいであります。たとえ J アラートが鳴らなくても、途中で、撃ち落としてくださると信じたいであります。ここに来てミサイル連発ですけど、これあれがね、廃棄直前で解体するのも金かかるしっていうことで売っちまえってことなのかな。つまり海上投棄っていうのかな。廃棄ミサイルを海上投棄する。まあどっちでもいいんですけどね。北朝鮮ミサイルに絡めて東京新聞がめちゃくちゃな社説を発表しておりました。北朝鮮と向き合い、東アジア情勢を改善させるためにも、日韓両国の関係改善が急務である。なんて書いちゃってますけど、北朝鮮と向き合う必要もねえし、東アジア情勢は別にいいし、日韓両国の関係改善も、改善の必要なくない？改善っていうか、あるべき姿に戻ってるっていうのが私の感想なんですけどね。ネットの話です。断る。イランはミサイルと韓国は何の関係もない。韓国の協力がなぜ必要。韓国と仲良くなっても何の役にも立たない。これまで何か効果があったかどうか言ってみろ。もう内部では韓国は敵国扱いになってるけど、日米だけで十分だけど、結論が唐突すぎる。風が吹けば桶屋が儲かるよりも意味不明。国防の急務は先制攻撃の正当化。こういう意見ありました。東京新聞が言うですね、日韓関係改善っていうのもですね、日本の一方的な情報ですかね、これ。国も企業も農家も全力で日本に甘えかかりやがってね、何でもかんでもパクって悪びれず。で、ちょっと訴訟とか、文句言ったりなんかすると、大人の態度ではないとこ行って、甘ったれた、ガギ同然の、国も司法も政府も、農家も組織も企業も、全力で甘え。天皇が韓国であります。こんなとこと関係改善なんて、もっと甘やかせっていう意味なんでしょうから、まあ、お断りだと。スパイ組織の東京新聞のギャグが正解ならば、1、北にミサイルをいくら撃たれても韓国と接近しない。むしろ撃たれれば撃たれるほど韓国と距離を取るが正解ですよね。皆さん法則ってご存知でしょうけども、まあ韓国とですね、
関係を深めれば深めるほどですね、その個人や組織は国家も衰退すると。で、韓国と仲が悪くなればなるほど個人、組織、団体、国家を問わず隆盛を極めるっていう方式がありまして、まあこれの通りですね。アメリカの調査機関にですね、文大統領は北朝鮮工作員だった過去もあるって、制約文書も発掘されて発表されちゃってるしね、あんまり話題にならずに知らない人多いかとは思いますけれどもね。つまり韓国政府とっていうか文政権と北朝鮮は一心同体なんですよ。こんなとこと協力したらですね、スパイに餌やるようなもんで秘密ダダ漏れじゃん。最近ね、全力で日本に甘えかかれなくなった祖国を心配しての記事でしょうね、これ。東京新聞の記者の。東京新聞読者はですね、こんなの読んでなるほどって思うんだろうか。全然尻滅裂なんですけどね。まあ思うとしたらですね、読者のですね、知性、知能はどうなのかって心配しちゃいますけどね。まあ東京新聞発行部数、約44万部だそうで、3割押し紙とするとですね、30万部なんですよ。まだまだ多いなぁ。靴沢はこれからも東京新聞を潰す努力を惜しみません。ネット上でヘイトスピーチを繰り返す靴沢を、豊島区以外は何とかしろって、LGBT 活動家とですね、東京新聞が組んで難癖請願出したことありまして、私、ピンポイントで的にされたもんで、支援もあります。東京新聞にはね。この時はですね、ヘイトスピーチ繰り返したら、ツイッターのアカウントも、YouTube のアカウントも、なくなっちまべや。何言ってんのって反論してですね、まあ採決されずに済んだんですけど、親会社の中日新聞、ともども、滅ぼす努力を、今後も靴沢は続けてまいります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。